ふたくん今年で21歳になるおじいちゃん、7月5日がお誕生日なのであと2ヶ月切りました。おじいちゃんのレーサーパンダで、あのかなり目も片方白内障になってしまって見えなくて、あと足取りもちょっとおぼつかないところもあるんですが、餌はレーサーパンダ1頭分ぐらいのご飯をもりっと完食するとても元気なおじいちゃんになってます。今もあのリンゴを差し出せばしっかり食べてくれる、とても元気です。今ちょっとあのリンゴをやってこの辺まで出てきてくれるかなという感じですね。あと気が付けばあのこの辺ちょっとうろうろとお散歩して、竹食べたり竹の子食べたりという感じになりますが、必ず出てきますとちょっと断言できないところがあります。あの隣のピンちゃんなんかは今手の上に持っていて、レッサーパンダ高いところに普段いる事情性という動物なのですが、私は行きたいと思います。